17世紀に描かれた、挿絵、病は、木から、は、モリエールの最後の儀曲。1673年を発表。パレロワイアルにて、同年2月10日初演。マルカントワーヌ、シャルパンティエ作曲。その作中においてたびたび、モリエールは医者を愚弄し、風刺の対象としてきたが、それが最も如実に現れた作品である。 病気を治すことよりも、アリストテレスやヒッポクラテスなどの古代の賢人を盾に、取り、平民たちをたぶらかそうとしていた、権威主義に染まりきった医者たちへの激烈な批判が、込められている。舞台はパリ。極めて気持ちの良い田園風景。様々な男女の群れが登場し、オランダ遠征から凱旋した国王ルイ14世の、偉業を称えるために、歌い、かつ踊る。 第一幕の準備をしながら退場。アルガンが薬剤師のつけを計算しているところから舞台は始まる。召使いを呼んでも誰も来ないことに腹を立て、しつこく呼び続け、女中のトワネットが登場。トワネットがアルガンの小言をのらりくらりと交わしているところにアンジェリックが登場する。アルガンがトイレへ行ったところでアンジェリックは トーアネットにクレアントと結婚したい胸を打ち明ける。そこへ、アルガンが戻ってきて、結婚の申し込みがお前にあると話をしだし、アンジェリックは、早が転して、嬉しがるが、その申し込みはクレアントからではなく、トーマ・ディアフォア・リュスからのものであった。アルガンは自分を重い病気であると思い込んでいるため、医者を婿にもらえば話が早いし、トーマと結婚すればいろいろな財産がついてくるので、 この上なく良い話であると考えて、すでに結婚を約束してきたという。反対のため会話に割って入り、再び、アルガンと言い合うトアネット。言い合いが発展して、アルガンはトアネットを追い回し、ステッキで殴ろうとするが、逃げられてしまう。アルガンが疲れて休んでいたところで、ベリーヌが登場。ベリーヌは、怒りの収まらないアルガンをなだめ、アルガンは、その親切さに感心し、 遺言状の話となり、ここで交渉人が登場する。アンジェリックがトアネットに気の進まない結婚を決められてしまったことについて助けを求めたところで大一幕終了。クレアントが登場。アンジェリックに押し付けられた演談の話を耳にし、駆けつけたが関係が露呈するのはまずいので、彼女の恋人としてではなく音楽の先生としてアルガンの家に来たという。 アルガーに取り継いでもらったクレアントは、稽古をつける名目で、アンジェリックと再会。会話を交わしているうちに、ディアフォワアリスとその息子、トーマが登場。結婚相手のアンジェリックと、そのまま母、ベリーヌに挨拶をしに来たのだ。トーマは大変な間抜けで、することなすこととんちんかんであり、また親子揃って、古代の賢人たちの学説を盲信しているため、現代からすれば、 極めて稚拙な医学的知識しか持ち合わせていないが、その知識を披露し、アルガンらを驚かせる。アンジェリックは、結婚には反対であると言い出す。ディアフォアリュス親子が退場後、ベリーヌがアルガンに、アンジェリックの部屋に、クレアントがいたと告げ口をする。アルガンはその告げ口によって、なぜアンジェリックが結婚には反対であると言い出したのか、その真意を理解する。アルガンは、 たまたまアンジェリックの部屋にいて、すべてを見ていたルイゾンに口を荒らせ、自分の理解が間違いでないことを確認する。疲れて休んでいるところに、弟のベラルドが登場。アンジェリックに良い演壇相手を見つけてきたと、アルガンに告げるも、アルガンはわがままな娘の話はもういいと激行する。ベラルドが連れてきた旅芸人の踊りで、大二幕終了。旅芸人の踊り終了後、アルガン、 ベラルド、とアネットの三人の会話から第三幕開始。ベラルドは、アルガンを説得しに来たのであった。アルガンが少し席を外している間に、トアネットは、結婚をやめさせるために一芝居打つことに決めたと、ベラルドに告げる。戻ってきたアルガンに、ベラルドは、結婚のことで説得しつつ、お兄さんは極めて健康体である、医者や薬剤師は、 アルガンの体を食い物にしているだけだというも、アルガンは耳を貸そうとしない。フルーランやピュルゴンが登場し、ベラルドの話を聞いて、気分を害して帰ってしまう。再び、アルガンとベラルドは結婚のことで話し始めるが、どうもベラルドは、ベリーヌに含むところがあるらしい。ベリーヌの愛情を確かめるために、トアネットと協力して、アルガンは死んだふりをして、反応を見ることとした。 死んだふりをしているアルガンを見て、急に態度を変え、本性を表すベリーヌ。アンジェリックとクレアントにも、同じことを試してみると、特にアンジェリックはアルガンを失って本当に悲しみ、動揺し始めた。彼らの優しい気立てと、清らかな心を理解したアルガンは、クレアントが医者になるという条件で、結婚を認めるという。ベラルドの提案で、 ダンスと音楽付きの幕演劇を賑やかに楽しみながら、第3幕終了。フィナーレを迎える。モリエールは、本作執筆の数年前から、胸部に疾患を抱え、たびたび演劇活動を中止して、休養をとっていた。タルチュフの上映禁止をめぐって、国王ルイ14世に嘆願書を送ったり、有力者たちの行為にすがったりして、上映再開のために、 東本清掃しなければならなくなったあたりから病状が次第に悪化していった。さらに1670年頃からは彼にとって不愉快な事件や出来事が頻発するようになった。車粒子星という人物によって刊行された憂鬱病に取り憑かれたエロミールなる書物が刊行されたことはモリエールに大きな打撃を与えた。というのも題名のエロミールというのは モリエールのアナグラムであり、極めてわかりやすい形で、モリエールに向けられた、誹謗中傷の書き物であったからである。この他にも、彼の初めての恋人であり、若い頃に共に劇団を立ち上げた、マドレーヌ・ベチャールという女優が亡くなったり、息子が創生したりと、個人的にも不幸に見舞われているが、彼に最も大きな衝撃を与えたのは、ルイ14世の長愛が、 ジャンバティスト・リュリに移っていったことであろう。モリエールは当初リュリに対して被護者のような立場にあり、町人貴族など十方に余りの作品を協力して制作し人気を博していたが、次第に頭角を表してきたリュリはさらにその野心を膨らませ、そのためにたびたび強引な手法を取ったため、反発を広く買うこととなり、モリエールも例外ではなかった。 パレロワイアルにおいての出演料をめぐるトラブルを契機として、その確執は決定的となり、シャルパンティエに作曲を依頼することとなった。モリエールは作品のプロローグにこの喜劇を演じる目的として、オランダ侵略戦争から外戦帰国された国王陛下の崇高内容を称えるためとしているが、結局ルイ14世が本作を観覧することはなかった。すでに国王が、 コメディバレに興味を失っていたためである。この儀曲ではモリエールは主役のアルガンを演じたが、その頃にはモリエールの体調は最悪の状態にあった。1673年2月17日、4回目の公演中に激しい咳の発作に襲われ、苦痛に耐えながらも最後まで演技を続けた。幕が降りると同時に舞台に倒れ、自宅に担ぎ込まれたが大量に拡血し、 妻が呼びに行った死祭の到着を待たずして、息を引き取った。現代を直訳すれば、自分は病気だと思い込んでいる男となる。しかし、これでは長すぎるため、日本においてはこれまで、脳病飛躍、神経病者、気で病む男、一人決めの病人などの法訳代名が用いられてきた。鈴木力恵は、日常の慣用句である、病は、気からという表現が、 この擬曲の内容を十分に伝えうるとして採用したとしている。以降、この翻役台が広く普及し、これに落ち着いた。モスクワ芸術座での1913年の講演にて、コンスタンチン・スタニスラフスキー演じるアルガン。ありがとうございます。